ようございます。よろしくお願いします。ブレイキングダウン、あの前々日2日前ということで、はい、見どころのところをお伺いしに来ました。今回はペーパービューは普段よりは伸びないのかなと思ってますけど、長い目で見たらいい取り組みかなっていうか、ずっと常に有名な人を使い続けるよりは、まあ、ブレイキングダウンで有名になってるプライムがもともとの、まあ、コンセプトね。まあそんな感じで、でも結構面白いのはありますよね、うん、あのミドル級のワンデートーナメントができたということで、うん、これいいっすよね、トーナメント。賞金がなんと今回30万円ということで、うん、ベルトはまだ作ってないんですか。まだ作ってないですね。はい、作ってはないですね。ベルトあった方が良かったですね。ベルトあった方が良かった。まあ作りましょう、作りましょう、うん、で、あの後日渡しましょう、うん、まあ、とりあえず賞金は30万円ですね、うん、ブレイキングダウンのチャンピオンってちょっとかっこいいのにして、めっちゃいいデザインにしてね、はい、まあ、うん、じゃあそのベルトを作るということで、うん、これ1分1ラウンドだからワンデートなんだ。え、そうですよね、うん、はい、1日に3試合って、まあ、雷神っていう団体も変なことやってますけどね確かに、確かに雷神さんはもっと濃くない、まあ、でも3試合はすごいですよね、うん、きついですよね、これ。この川島さんとかね、もうちょっとブレイキングダウンの顔みたいになってきてる部分あるんで、うん、俺がブレイキングダウンだ言うてますからね、うん行ってくれそうですね。行ってくれそう。おい、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 試合ともまあいい試合してますから、うん、結構みんなお顔覚えてきてるんじゃないかなと、うん、いうことで、ここでまあ優勝したら本当にスターになれますよね、うんうん、ブレイキングダウン。しかも30万ですから、ね、マルタさんでしょ、これマルタって言うんですね。コンサルタント、はい、この人なんかめちゃめちゃ大人しそうなのに試合始まった瞬間に豹変しました。高い人、はい、さあ本陣を右が入っているぞ。打撃戦振り合うボコボコいってましたからね、すごい。でその次が現役プロレスラーの伊豆地さん。伊豆地さん、まあ、前回はあの松本峰近さんと言ってましたね、うんうん。さあプロレスラー若い21歳井口哲也です。何ですか。さあ三久さんアウトさ、はい、さあ超短決戦1分間です。飛び込んでいきました。三久インローを放った。繋げてきます。打ち合い打ち合い見応えある至近距離決戦。8人だから、まあ、3試合ですね。3試合やらないです。優勝者と準優勝者は、うん、はい、過酷な試合になりそうですね。1分でも本気で殴り合うので絶対なんか怪我とかね、追う確率はありますからね、うんうん、ヘビー級の戦いもありますね、また前回一撃で倒した人じゃないですか、この人。さあ始まった頂点決戦。左を刺していくのが原。おっと、ぐらついているように見えたか、岩国大地。ジャブ強いですね。いやかなり圧力ありますね。腰重い同士。さあどうするか。倒れた、倒れた、効いている。岩切大地が倒れ込んだ。さあそのまま打撃を続けていくのが原良介。124キロ、すごいな。でワンマッチも、ワンマッチも結構ね、近所対決が多いんですよね。極真空手10年対キックボクシング10年とか、うん、日拳22年対ボクシングとか、うん、これ佐々木くんの友達ですね。佐々木チャンネルに最近、迎え入れたメンバーの一人、佐々木くんと同級生なんですよね、うん、佐々木くんがあんだけそのブンブン丸なんで、もしかしたら友達も一緒かもしれないです。乾さんね、この人結構すごいんですよね。何やってもできるみたいな。もう十種競技でなんか日本トップレベル、日本1位だっけ話かなんかなってて、十種競技でなってるのエグいじゃないですか、うん、でも格闘技もだんだん強くなってきてるみたいな。TikTok とかもなんか結構人数多いんです、30万人とか。多分前回は判定が強かったですね。そうですね。でも結構ポテンシャルはすごかったんで、うん、また強くなってるんじゃないかなっていう、うん、中野さんっていう方はすごい体してて、で相手の子もめっちゃ面白くて、なんか赤い髪で入ってきてね、暴れまくって外人を倒して去っていったエンターテイナー。敵は本能寺であれ。どうやらキャラクターはかなり濃いようです。翔英話ザー翔英入っていた。中央で打ち合うか。あんねこら
空手の、いや翔也もう喧嘩マッチという感じですかね。これは翔也選手の勝ち。本当に今回は最初言ったようにスター選手というか、ような方に頼らずにね、あえて 純粋なブレイキングダウンで勝負したい。カイさんは気になるマッチメイクとか、どなたが注目選手ですか？川島さんですか、ね、ここで多分優勝してきたら本当にスターになると思うんで、これ優勝した人は本当にブレイキングダウンをこれから引っ張っていく選手になると思います。楽しみですね、みんな新しい試みがね、今週の土曜日で、はいはい、お期待ください、はい、ありがとうございました、はい。